はい、どうもデンです。さあ今日もポケモンカードをやっていきたいと思います。ということでね、まあ、今回なんですけれども、最近ね、やはり注目されていますポケモンカード強化ガチャパック151ですね、こちらね、まあ、発売を記念しまして、僕なりの151はこれだということを皆さんにねお披露目したいというふうに思っております。まあ、この動画が上がっているということは僕もね151の開封動画を上げていると思いますので、まあ、よかったらこちらの動画も楽しんでいただければというふうに思っております。ということでやっていきましょう。はい、ということでね、僕なりの151ということでお見せしたいと思います。こちらじゃん。まあね、以前ちょこちょこ出させていただいていることもあると思うんですけれども、こちらね、キューラカードのコレクションファイルでございます。まあこんな感じでね、第1弾のですね、キューラのパック、このもちろん御三家151匹のカードたちが並んでおりますので、こちらのコレクションね、皆さんにちょっとご紹介して楽しんでいってもらいたいなというふうに思っております。まあ1ページ目がやっぱ一番豪華ですね。この御三家、そして最終進化もバッチリありますということで、今回151の方には SAR が3種類あるみたいなんで、この辺もね同じようにファイリングしてったら楽しいかなと思って、見比べる用のファイルとかも作っていきたいなというふうに思っていたりします。まあこんな感じですね。そしてまあこういう感じで並んでいるわけでございますよ。まあもちろんね、こういった形で、カード並んでいて、まあ進化順に並んでいるという形になっております。まあもちろんレアカードなんかもあったりしてね、もうキューラの本当に初期のカード、もう初版とかではないんですけど、まあ初期のカードということで、懐かしいイラスト、そして懐かしいカード、皆さんが小さい頃に遊んだことのあるカード、入っているんじゃないでしょうか。まあ、ユンゲラのカードもあるっていうのがね、このキューラのこの最初の段っていう感じがしますよね。久しくこれ以降ユンゲラのカードってあんまり出てないんでね、はい、いろんな兼ね合いがあったんですが、まあ、今回からね解禁されるようなので、まあ、楽しみですね。はい、それでこんな感じですね。まあ、このラッキーなんかはね、やっぱラッキーはこの形っていうのはありますよね。コインなんかもこういう風になっていたんで、懐かしいんじゃないのかなと思っていたりします。そしてまあミュウツーがあって、そしてねこれサンダーだけなんですよね。ファイヤーとフリーザーねないという形になってます。まあもちろんこの後に出てくるんですけれども、そしてトレーナーズなんかも入っているよという形になっていますね。そしてまあこんな感じ、最初の方なんでね、ポケモン入れ替えだったりとか、まあそういったのも入っているということなんですけど、まあ、ここからね第2弾という形でまあ進んでいくわけでございます。まあこの辺はね、いろんな今までなかったレアカードたちが入っていたりするわけなんで、これをね、まあ、全部合わせると151種類全部大体揃うよという感じですね。まあもちろん前の段にもあったようなカードっていうのも入っていたりはするんですけどね。はいはいはい、こんな感じで入っていると。ストライクとかもかっこいいですよね。そしてここね、ブイズが出てきますよ。EV シャワーズファンタスブースターという形で出てきます。そしてね、まあこの後のシリーズになりますと、このね、まあさらにポケモンたち出てくるわけなんですけれども、あれか、まだか、悪いシリーズはこの後ですね。まだだったかな。はい、まさかの電話で動画が遮られるというハプニング起きましたけれども、まあこれ進めていきましょう。まあここでね、山頂出てくるわけですね。フリーザー、サンダー、ファイヤーと出てくる。そしてミュウも出てくるということで、カイリュウね、ずーっとここにあったから、このカイリュウは伝説のくくりなんじゃないかっていうのはね、やっぱり思いましたよね、当時ね。カイリュウとあとウィンディね。はい、そしてこの後ね、ここに悪いシリーズ出てくるわけですね。悪いリザードン、悪いカメックス、この辺が出てくるわけでございます。いいですよね。やっぱこの辺かっこいいなと思いますけど、まあ今回のね、SR、SAR あたりも、そしてこの辺の AR もね、なんか結構負けず劣らずの良さなんで、ちょっとこの辺やっぱ並べてファイリングがしたいなって感じですね。悪いフーディン、悪いユンゲラ、この辺もいいですね。やっぱりフーディンとかにもちょっと食いついちゃうっていうのが、味噌でございます。はい、そんな感じで、こんな感じ。25周年の方でも出てきた悪いギャラドスですね。あとはここミニ竜、悪い白竜、悪い海竜ですね。この辺もね、進化前は悪いとかついてないんですよね。で、進化すると悪くなるっていうね、まあ、これがあのこの段の特徴でございます。まあ、そしてね、榊もあると。今回も榊のカード入ってましたけれども、榊もありますという形で、ございます。これがね、もう僕の、個人的、やっぱ151、やっぱこれだろうということですね。ロッテのトッポぐらいな感じでございますけれども。はい、ということで皆さんは開封楽しんでいるでしょうか。ぜひね、皆さんの151での引き教えていただけたらというふうに思っております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと、また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。